皆さん、こんにちは。それでは、50日間で勘定合格、長短合格労働講座、区分所有法等規約第1回目、講義を始めてまいります。担当はレクセン2講師の太田です。よろしくお願いいたします。それでは、これからこの長短合格労働講座の、区分所有法、それから規約等ということで、区分所有法から皆さんにご紹介をしていきます。その前に、この管理業務支援者、マンション管理士の、いわゆる試験のガイダンス的なものも少し触れておきます。まず、使用するテキストですね。こちらの2017デルジュン管理業務支援者マンション管理士合格テキスト法令編のまず上巻、こちらから使用していきます。それから、あとは、数はあまり触れませんけども、いわゆる過去問ですね。こちらも若干講座の中で使用しておきます。使用するものはこちらになりますね。2017、同じくデルジュンの管理業務審査分野別過去問題集の法令の1回目ですね。それでは、早速なんですけども、お手持ちのテキスト開いていただきまして、最初に、目次等はあるんですけども、その前に、ガイダンス的なものも、ご紹介をしていきます。で、先にこの、試験についての、概要、すでにご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、そちらについて、簡単に触れていきます。テキストをめくっていただきまして、こちらの、ガイダンスと書いてある部分が出てきます。それ以降ですね。まず、今回皆さんにご紹介していくのは、管理業務主任者試験、これの合格を目指していただくということを目的とします。ただ、類似の試験であるマンション管理士という資格試験もあるんですが、こちらの、いわゆる試験の、学習範囲がかぶりますから、皆さんの中には、管理業務主任者だけでなく、マンション管理士も受験するんだという方もいらっしゃると思うんですね。その点では、もちろん、学習する範囲は重なってくるんですが、いわゆる問題の出題の内容ですね、これが異なるものもあります。したがって、すべてこの管理業務主任者合格のためのこの講座を、理解すればマンション管理士に合格できるというわけじゃないです。ただ、先にご紹介したように、試験の科目などが重なりますから、もちろんマンション管理士の、学習の、基礎として聞いていただくことももちろん可能です。そして、まず、出題される範囲なんですけども、先ほどの、ページをめくっていただくと、2ページとなっていますけども、管理業務主任者試験の出題範囲というのがありますね。こちらをご覧になってください。いくつか項目分かれているんですけども、簡単に言ってしまうと、最初に、1番目のところは、いわゆる管理事務の委託契約に関すること、いわゆる民法ですとか、標準管理委託契約書と呼ばれているものからの出題を意味しています。それから、2番目のところは、管理組合の会計の収入及び支出の調停並びに出納に関すること、これはいわゆる仕分けですとか、あと、税金関係ですね、これを意味していると思ってください。そして、3つ目の、建物および付属設備の維持または修繕に関する企画または実施の調整に関することと書いてあります。いわゆる建築設備と呼ばれているものなんですね。マンションには電気ガス水道などという設備が設置されています。それに関係するものですね。具体的には、建築基準法ですとか、あとは水道法と、その他、建物の構造ですとか、あとは設備、それから維持修繕に関係するものなどは試験に出ています。それから、あと4番目が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること、いわゆるマンション管理適正化法と呼ばれているもので、法律に関係するものですね。そして、あと、一番下の5番目、上記の1から4に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること、いわゆる区分所有法ですとか、標準管理規約などに関係するものと考えてください。以上が、この試験の科目となってるんですね。具体的には、これから皆さんと学習を進めて
行くことになるんですけども、さらにめくっていただきまして5ページ目です。この管理業務主任者の資格試験は、まあ、すでにご存知かもしれませんが、50問4試択1のマークシート方式、2時間で、回答することになっています。で、法令系、それから管理実務会計、それから建築設備系と分かれているんですね。で、法令系が27、それから管理実務会計が9問、そして建築設備が14問です。まあ、これが例年の振り分けです。ただ、問題の数はちょっと若干年によって変動することはあります。これ2016年のものを出してるんですが、まあ、毎年固定されてるというわけじゃなくて若干の変動はあります。ただおおむねここにあるような問題の出題数になっていると思ってください。で、注目していただきたいのはこちらの法令編ですね。最もこの科目の中で出題数が多いですから、まあ、試験では当然のことながらここをしっかりと攻略していくことがポイントです。そしてあと実務会計、ここも問題の内容としては得点が比較的しやすいです。ですから、まあ、法令編プラス実務、管理実務会計、ここをしっかりと学習していく必要があります。それに対してこの建築設備系は、まあ、実は得点がしにくいです。専門的な、専門知識を問うような問題ですとか、いわゆる鬼門難問が出題されやすいところですから、まあ、ここは正直言ってあまり高得点は望めません。基本的な問題をしっかり得点していくということですね。なお下にマンション管理士の出題されている状況も比較しておいていますけども、やっぱり試験科目は重なるんですが、出題される問題などの数が違ったり、あとは内容が異なったりするものもあります。ですから、まあ、必ずしも管理業務主任者の学習していればマンション管理士の受験として十分ということではないです。まあ、もちろん重なる部分はありますけどね。はい、そしてあとはこの受験の状況ですね。その後を見ていただくとあります。まあ、一番下の2016年に関してはまだこのテキストが作られた当時は合格点ですとか合格率は発表されていませんでしたが、はい、でこの中で注目していただきたいのはこの合格点のとこですね。だいたいマンション管理士の場合は35点6点あたりが合格ラインとなっていることが多いです。まあ、ただ年によっては、30点では前半という、あ、ごめんなさい、失礼しました、管理業務主任者の場合ですね、35点前後でしょうかね、そこが合格ラインとなっています。ただ、まあ、年によっては30点の前半だったり30点の後半を、出しているものもあります。まあ、従いまして、まあ、もう合格点は一律こうだというわけではないんですね。まあ、それは優しい年の問題は合格ラインが下がりますし、難しい年の問題は合格ラインが、ごめんなさい、優しい年の問題は合格ラインが上がるし、難しい年の問題は合格ラインが下がります。まあ、変動します。ただこちらの合格率の方は、初年度それから次年度以降でしょうかね、以降はだいたい 20% で推移しています。ですから今年の試験の問題も同じように合格点は35点前後、そしてあとは合格率もだいたい 20% 前後に決まってくるという目論みで考えていただければいいです。まあ、ですから皆さんはひとまず、まあ、7割ぐらいを得点できるように目指していただきます。まあ、それでおそらく合格ラインまでおよそ届くだろうと思われます。マンション管理士も次ページに参照しており、参照として出しておりますけども、マンション管理士の場合はやはり合格率が低いですから、まあ、必然的に、まあ、合格はしにくくなってしまいます。まあ、基本的な問題はもちろんのこと、応用的な問題もしっかりと得点していかなければいけないと、こういうわけですね。はい、それからあとは先ほどもすでにご紹介しておりますけども、さらに次のページめくっていただきまして、まあ、各科目の攻略をですね、やはり法令系の科目がウェイトが大きい、つまり問題の出題数が多いので、ここをしっかり得点していかなければなりません。同様に下の管理実務会計系の科目も同じですね。まあ、この2つはしっかりと学習していただければ点数は伸ばすことはできます。まあ、それに対して次のページにあります建築設備についてのものですね。
でこちらに関しては先にご紹介したように、まあ、なかなか点数を上げることは難しいです。ですので、まあ、逆に基本的な問題をどれだけしっかりと得点できるかということにつきます。したがって過去問など繰り返されているものを中心に、まあ、記憶していただくということです。でこの建築設備系の問題は、まあ、ほとんど知ってるか知ってないか、まあ、それで答えが出てきてしまいますので、まあ、記憶すべきところをしっかりと記憶していただく必要があります。はい、まあ、以上ご紹介したように、この管理業務主任者の攻略のポイントは、まあ、いわゆる法令系それから実務会計系に関係するもの、これをしっかりと得点して伸ばしていくということですね。はい、それからあとは、まあ、目次に戻っていただきまして、どんな科目が具体的にあるのかということですね。まあ、先ほどご紹介した通りです。でこの合格テキストは最初は民法から始まっており、その後区分所有法それからその他と続くわけです。あと、まあ、二分冊目も法令系が続くんですけども、で今回今皆さんにご紹介するこの合格ロードに関しては、まあ、いわゆる宅建士の試験を受験してきたという方を前提に、まあ、短期間の中で管理業務主任者の試験を目指していただくということになっていますので、それを前提に講義をしていきます。で民法は、まあ、もちろんこの講座の中でも触れていくんですけども、まあ、宅建のいわゆる権利関係、まあ、ここで学習はされてきていると思います。まあ、ただ管理業務主任者によく出題されるんだけども、宅建試験にはあまり出題されないというものもあったりとかするので、そこは補強していかなければいけません。例えば委任契約ですとか請負契約ですとか、そういったもの、あとは消滅事項に関係するものですね。まあ、もちろん宅建試験でも消滅事項に関係するものとかは学習されていると思うんですが、まあ、問題としては出てこない年ももちろんあるわけです。したがってちょっと強弱を考えると、宅建の方が、まあ、いわゆる消滅事項などは割と基本的軽め、ただ管理業務主任者の試験ではそこはかなり聞かれてきますので、まあ、学習を、まあ、してないところを穴埋めする、あるいはしてるんだけども管理業務主任者の方がより深く聞かれてくるというところは、まあ、補強をしていかなきゃいけないということです。ですからそこも含めて、まあ、民法についてはご紹介をしていきます。まあ、逆に宅建の試験ではよく出てくるんですが、管理業務主任者の方ではあまり出てこないなんていうのもあります。例えば物件変動、例の二重譲渡うぬんって話とか、あと抵当権などは宅建試験ではよく出てきますが、逆に管理業務主任者は抵当権などは、まあ、出てくる方が珍しいと、まあ、そういうケースですね。ですからやっぱり同じ学習科目として民法あるんですけども、全くこの宅建と重なってくるっていうわけではないです。まあ、重なるところは多いんですけども、そうでないところもありますので、まあ、それらも含めてご紹介していきます。ただ、まず民法に関しては、一通り宅建で勉強されてると思うんですね。でそれよりも重要なのはこの区分所有法、世界標準管理規約と呼ばれているものです。これらがやっぱり宅建の試験ではあまり被らない、あるいは被らない、区分所有法、ここは宅建試験で毎年1問出てくるんですが、中身がやっぱり違ってきます。宅建試験の場合は、まあ、学習もそんなに深くされてないと思うんですね。ところが区分所有法に関しては毎年この管理業務主任者の問題に、まあ、数問出てきます。問題数は年によってちょっとずれるんですが、6、7問ぐらいは関係するもの出てくるんですね。したがって宅建の区分所有法の知識だけでこの管理業務主任者の区分所有法を攻略するというのはちょっと難しいです。ですのでここはもうしっかりと補強していただく必要があるし、またじっくりと皆さんに学習をしていただく、いただかないといけません。そのようにまず最初はこの区分所有法を中心として学習していきます。でその他のものを学習していただいた後に、まあ、標準管理規約、これはいわゆる規約のルールのひな型なんですが、まあ、こちらも試験出てきています。やっぱり6問ぐらいは出てくるんですね。そしてさらにその後に、まあ、区分所有法、世界標準管理規約終わった後に民法と進んでいくことになります。はい、まず予定としてそういうことになるということを最初に、ご紹介しておきます。あとその後は実務会計、それからあとは建築設備と進んでいきます。
はい、まあ、項目は目次のところに書いてあるので、まあ、さっと読んでみておいてもらってください。まあ、こんなことをやるんだなぐらい確認していただければそれで結構です。はい、では早速なんですが、今ご紹介した、まあ、この試験の法令の中で重要な区分処理法、こちらを、見ていきます。では最初に区分処理法なんですけども、ページめくっていただきまして、第2部193ページの前に、はい、こちらの区分処理法という扉がありますので、こちらを確認してください。はい、そしてあとは193ページ、こちらから早速学習に入っていきます。まずこのテキストなんですが、項ごとに分かれています。またこちらに、まあ、いわゆる重要度に関係するものもあるわけですね。まあ、A が一番重要で、次に B、次に C となっています。ですから、まあ、C がついているというところは、まあ、重要度としてはさほど高くない、まあ、あるいは直接試験に出てきているというものが少ないと、まあ、そんなふうに考えて、結構です。まあ、もちろんC ランクだからといって全く学習をしなくていいというわけでないものもありますけどね。はい、ただまあ重要度の一つの目安として、確認をしていただければ、結構です。はい、そしてあとはこちらに本試験の出題実績、ここに星印でついてるんですが、管理業務主任者がこちらの白いやつで、マンション管理者が黒いものなんですが、皆さんは管理業務主任者の試験合格を目指しますから、この、白い星印がたくさんついてるところを注意して、また深く学習をしていく必要があるということです。でこの1個に関しては、まあ、区分処理法とはと書いてあるんですけども、まあ、いわゆる、専門用語やその区分処理法の、まあ、位置づけですね、そこを理解していただければ結構です。あと講義の中では直接触れませんが、まあ、こちらのケース復習するときに、まあ、こんな話というケースが出ているので、まあ、参考に見てください。はい、そしてあとは次の194ページですね。まあ、ここも試験に直接っていうわけじゃないんですけども、まあ、考え方として、まあ、知っておいてほしいということです。この区分処理法っていうのは、まあ、宅建の学習でもされてきたと思うんですが、分譲マンションに適用される、まあ、特別な法律なんですね。まあ、あくまでも分譲マンションという建物について適用される法律です。ですから戸建ての住宅ですとか、あとは一般的な賃貸マンションと呼ばれているものありますよね。まあ、一人のオーナーさんが建物を持っており、それを賃貸していく、そういう建物には適用ないんですね。それが194ページの真ん中2番目、適用対象はあくまでも区分所有建物、いわゆる分譲マンションが対象なんだということです。そしてあとは区分所有法と民法の関係、民法は一般的な規定なんですが、この区分所有法は先にご紹介した、まあ、いわゆる区分所有建物、分譲マンション特有の法律ですから、そこはこの区分所有法の規定が民法の規定よりも優先されるということです。はい、まあ、この内容自体はこれからまた見ていただきますけど、位置づけとして民法よりも上の規定にある法律だということだけここでは知っておいてください。あとは次の195ページを見ていただきますと、建物の区分所有1章、それから2章が団地、それから3章が罰則というふうにこう分かれているんですけども、まあ、いわゆる区分所有法の全体像です。で、試験の中で言えばこの1章、建物の区分所有というのがもう基本的に重要です。2章3章は、まあ、出てくるかと言われれば、まあ、来ないわけじゃないんですが、品質とはやっぱり低くなっていますので、重要度はこの1章ということです。で、この1章の中で特に重要なものとして、この共用部分に関係するもの、それからあとはこの管理者、規約および集会、それから法人、この2、4、5、6、
あたりがやっぱり試験に重要となります。まあ、詳しくはまた講義の中でご紹介していきますが、いわゆるマンションの廊下階段エレベーター、そのマンションの人たちがみんなで所有する共用部分と呼ばれているものの、管理、まあ、あるいは権利に関係するものですね。これがやはり重要度が高くなります。またマンションの人たちが自分たちのリーダーを選任して、まあ、リーダーのもとにマンションの管理をしていく、まあ、そのリーダーさんである管理者に関する規定ですね。それから5節、規約集会、まあ、特に規約のところは重要で、自分たちが作ったルール、そのルールの内容について5節では規定しています。あとは6節の管理組合法人、まあ、いわゆる管理組合を法人化していく、そして法人化された管理組合法人は、まあ、どういう規定になっているのかということを学習するんですが、もう今ご紹介したものはほぼ毎年試験に出てくると考えていただいて結構です。はい、まあ、ですから重要度は高いということを、まあ、知っておいてください。はい、では早速ですが中に入っていきますね。196ページの5番目となります。ここから見ていくのは、まあ、いわゆる区分所有法で規定している、まあ、専門用語と言っていいです。まあ、すでに宅建で学習されていると思われますが、まあ、ここでもう一度確認し、まあ、さらに試験ではどのように聞かれてくるのかということも確認しておきます。ただ中にはこれから説明して初めて、ああそうかと分かるものもありますので、まあ、ここではどちらかというと、まあ、イメージを持っていただく、これが優先します。詳しいことはまた講義の中でだんだん分かってきますので、まずはこういうものなのかなという意味をつかんで、ください。はい、では1番目、区分所有権という言葉です。真ん中には書いてありますよね。例えば一つの建物を A さんが一人で所有している、まあ、これはいわゆる単独所有、単有なんて言ったりします。まあ、一般的にはこの所有形態がほとんどですよね。まあ、皆さんは自分の、皆さんも自分のものを自分で自分一人が所有している、まあ、この形態が、まあ、通常一番多い形態だと思います。で、それに対してこちらの右側ですね、共有、これは複数の人で一つのものを所有している、まあ、例えば兄弟で、あるいは親子で、夫婦で一つのものを所有する、まあ、例え物で言えば夫婦で建物一つを買って共有している、これがいわゆる共有で、まあ、一般的に皆さんも共有になっているものをお持ちになっている、あるいはそういう経験をもちろんされたことがあると思います。で、こちらの真ん中ですね、区分所有、これが分譲マンションの形態の一つで、一つの建物を複数の人で所有してるんですが、隣の共有と違って民法上の共有っていうのは、この建物全体を ABCD さんが全部端から端まで使えます。ところが区分所有っていうのは、一つの建物を複数の人で所有してるはいるんですけども、例えば A さんが、この建物端から端まで全部使えるかっていうと、そうじゃなくて、例えば A さんは201号室のこの部分しか使えません。ただし自分一人で使える。B さんや C さん、D さんも同じです。したがって共有っていうのは、一つのものを複数で共有してるんですが、全部をみんな使います。ただ使い方に制限があって、自分一人で使うということはできず、他の人にも使わせてあげないといけません。しかし区分所有っていうのは、一つの建物のある部分について自分が所有し、そこを自分だけが所有、自分だけが使えます。だから逆に言えば他の人たちは使えないんですね。こんな風にして建物を区分、建物が区分されてその部分を所有している、これを区分所有という形態です。こんな風にして、まあ、区分所有、区分所有という形態をここで理解しておいてください。で、区分所有上の定義は上になってます。確認しておきますと、区分所有権とは一棟の建物の中で構造上区分された数個の部分、まあ、構造上区分されているっていうのは、例えば壁などで区画されて一つ一つがまあ独立してるっていうことですね。で、数個の部分として独立して、まあ、そこを住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途に供することができる、
もの、これを目的とした所有権、これを区分所有権とこう呼ぶんですね。はい、まずイメージを持ってください。そして次2番目です。区分所有者、区分所有者は一言で言ってしまうと、このマンションの住戸部分ですね、この区画された住戸部分などを所有する人、これを区分所有者と言います。まあ、要するに区分所有権を所有する人で、この区分所有者っていうのは私たちのような生身の人間、自然人でも構いませんし、あるいは法人、例えば丸々株式会社が所有しても結構です。はい、まずここでは区分所有者のイメージを持ってもらえばいいです。次に今度197ページですね。占有者です。で、占有者は一言で言ってしまうと、さっきの区分所有者と違って、その建物の部分を所有している人じゃなくて借りている人、つまり住戸部分などを所有してるんじゃなくて、持ってる人からその部分を借りて使ってる方、まあ、いわゆる賃借人などがその典型的な人です。まあ、あとは賃借人はお金払って借りるんですが、まあ、知り合い同士だったらばタダで貸してもらうこともあります。まあ、これを使用借人なんて言ったりします。つまり所有者じゃないんですが使うことができる人、これが占有者です。区分所有法上は上に書いてあるように、区分所有者以外のもので占有部分を自分のために事実上支配するものとなっています。まあ、具体的には賃借人がその例です。はい、それから次、特定承継人です。まあ、特定承継人は、例えば A さんがマンションを所有しています。マンションの住戸部分を所有しています。で、その住戸部分を買った人、その人が特定承継人と言います。まあ、試験ではまず特定承継人っていうのは、まあ、いわゆるマンションを買った人のことだと思ってください。はい、意味は他人から特定の権利だけを承継するものと書いてありますが、まあ、これ自体は試験に聞かれることはないと思いますので、まあ、飼い主さんがそれにあたると考えてもらえば結構です。そしてあと5番目、区分所有建物、いわゆる分譲マンションを意味するんですが、こちら占有部分が属する建物、この占有部分っていうのは、まあ、いわゆるマンションの部屋のことを言ってるんですが、それがある建物が区分所有建物です。これ占有部分については後でご紹介しますので、まあ、ここでは分譲マンションを意味すると思ってください。はい、そして次6番目ですね。今ちょうど出てきましたが、占有部分とはいわゆるマンションの部屋の部分のことを言っています。法律上は区分所有権の目的となっている建物の部分、196ページで区分所有の形態をご紹介しましたが、この区分所有権の目的となっている建物の部分、つまりこのマンションの部屋の部分ですね、住居用のマンションだったらこの住戸部分、ここを意味します。マンションの部屋、はい、元に戻って197ページですね。これを占有部分と言います。ただ簡単に占有部分と言ってしまえばそうなんですが、まあ、実はもう少し深い意味がありますので、これ後でまたご紹介します。次に198ページ、上7、共用部分ですね。で、この共用部分も先ほどご紹介したように、この区分所有法の中では重要なテーマです。もちろん試験でも共用部分は重要なテーマとなっています。この共用部分も後でまたさらに詳しくご紹介しますが、今はマンションの廊下、階段、エレベーター、これなどを意味します。つまりマンションの人たちみんなが利用するという部分が共用部分と思い、イメージしといていただければ結構です。詳しくはまた後でご紹介します。そして下8番目です。建物の敷地、この建物の敷地もまた後でご紹介するんですけども、簡単に言ってしまうと、マンションという建物が建っている土地、これなどが建物の敷地とされます。あと下198ページ、絵が載っていますよね。こんな風にして、まず何を意味するのかということをイメージしてください。これがわからないと試験の問題がそもそも回答できませんから。
はい、そして199ページ。これは一通り区分所有法が終わった後に見直しをしてください。建物の部分には占有部分と共用部分があります。そして建物が建っている土地なども含めて敷地とは何ですかというのがあります。あと下に付属の建物とあるんですが、こちらもまたこれからご紹介していきますので、まあ、一通り区分所有法を勉強してもらった後に見てください。以上が1項ですね。まあ、1項は言葉の意味、まあ、イメージ、これをしてくださいということです。では次に201ページの占有部分ですね。まあ、先ほどもご紹介しましたが、この一般的に例えば分譲 住宅用の分譲マンションであればその住戸部分を意味しました。はい、重要度、それから出題実績に関しては下を見てください。管理業務主任者の問題ではもうまあまあ例年出題されてきていますから、まあ、重要度はそれなりに高くなります。はい、では202ページに進んでいきます。まず占有部分の意義と書いてあるんですが、はじめにこの占有部分がある建物が区分所有建物です。したがって占有部分があればもう必然的に分譲マンションということになるんですね。で、分譲マンションは区分所有建物ですから必然的に区分所有法の適用がある。ですから占有部分がある建物が区分所有建物で、区分所有建物ですから区分所有法の適用がある、まあ、こういう構造になっているということを確認しておいてください。じゃあこの具体的に占有部分、まあ、いわゆる住宅用の分譲マンションであれば住戸部分って言いましたけども、じゃあその占有部分って、具体的にどういうものなんですか。そこで202ページのところの2番目ですが、占有部分となるための要件、要件というのは条件ですが、次の条件が満たされたときに占有部分になります。だから逆に満たしてないんだったら占有部分にならないということですよね。はい、これも過去試験の問題に出たことがありますから覚えておいてください。構造上の独立性、利用上の独立性、これを両方とも持っているものが占有部分です。ですから構造上の独立性と利用上の独立性の2つが満たされたら占有部分ですということになるんですね。はい、この2つを満たしたらこちらの占有部分になります。まず構造上の独立性っていうのは、これは名前の通り形から先ほど見ていただいた分譲マンションのようにそれぞれが壁やあるいは床などで、構造上独立しているということです。ですから、まあ、壁とか床とか天井とかで蜂の巣のように区画して、まあ、たくさんの部屋となる部分が構造上そうなっていると、これがまず一つ目です。まあ、名前のまんまで形上そういう形になっている建物ですということです。これが構造上の独立性です。はい、この1番目のところですが、1棟の建物のうち構造上区分された部分であること、つまり建物の構成部分である仕切り壁、床、天井等によって他の部分と遮断されているという作りです。で、次に今度2番目のところですが、利用上の独立性、この利用上の独立性っていうのは今ご紹介したこの構造上の独立性、まあ、一つ一つが独立してるんですが、ただ独立してたとしてもそれが独立して住居、店舗、事務所、または倉庫、その他建物としての用途に供することができるというものでなければいけません。一つ例を挙げますと、戸建ての住宅を思い出してください。例えば2階建ての戸建ての住宅があったときに、1階部分と2階部分が構造上独立してますかって言ったら、まあ、一般的には階段で出入り、上り下りできてしまいますから、あれは構造上独立してるとは言い難いです。ところがこの戸建ての住宅も今見ていただいた構造上の独立性を持たせることはできます。つまり1階部分と2階部分を階段なくして
遮断しちゃうわけです。そうすると1階から2階に行けないし、2階から1階に降りれません。ただ構造上の独立性を持つことになるんですね。で次に今度は今ご紹介している利用上の独立性ですが、これはどういうことかというと、1階部分は1階部分で独立して住居、店舗、事務所として利用できる。2階部分も同じように独立して住居、店舗、事務所として利用できるというんだったら利用上の独立性があるというわけですね。問題は、まあ、1階部分は住居として利用できるでしょう。ところが2階部分に関してはこれ1階に降りれないわけですから、そもそも独立して利用するも何も、2階に上がれないじゃないかと、出入りできないじゃないかと、そういう問題が起きますよね。でもそれは解決できます。例えば直接外側に階段をつけて2階から地上に出入りすることができるようにすれば、これで利用上の独立性が出てくると。つまり2階は2階として1階部分を何か利用しなくても2階は2階として利用できる。これが利用上の独立性です。ですから今ご紹介したように、まあ、2階を利用するときに1階部分を利用しなくても2階だけで独立して利用できるという性質を持つと、この利用上の独立性を持つということなんですね。で、そのことがテキストにも書いてあります。読んでおきますと、独立して住居、店舗、事務所または倉庫、その他建物としての用途に供することができるもの、これを判断する基準の一つとして独立した出入り口があり、かつその出入り口を通じて直接外部に出入りすることができるかなどが考慮されますと。ですから先ほどご紹介したように、まあ、独立した出入り口があるかどうかっていうのも一つの利用上の独立性の判断基準なんですね。まあ、マンションの場合は101号室102号室と部屋番号があったときに、101号室の人は別に102号室を通らずに外に直接出れるようになってますよね。それがまさにこの利用上の独立性と言えるわけです。はい、このように構造上の独立性と利用上の独立性2つ満たすと占有部分が存在するという建物になるので、区分所有建物になり、そして区分所有建物であれば区分所有法が適用されると、こういう構造になっています。そしてあと203ページですね、こちらに進んでいただきまして、占有部分の用途、使い方です。で、まず占有部分というのは、通常その占有部分を分譲マンションであれば購入します。で、その購入した人は区分所有者としてその占有部分の所有者となるわけですね。で、あとは自分のものですから、まあ、好きなように使っていいわけです。ただし、これまでご紹介したように分譲マンションは自分一人で建物全体を所有しているわけじゃないです。他の人たちもいるわけですから、その他の人たちに迷惑をかけないように使ってくださいという制限はあります。まあ、常識的に当たり前といえば当たり前なんですけどね。で、そこでこちらの2の1番目に書いてあります。占有部分の用途や用法や用途については使い方ですね、区分所有者の共同の利益に反しない限り、その占有部分を所有する区分所有者の自由である。ここで注意してほしいのは、みんなの迷惑 になっちゃダメ。これを共同の利益に反しないという意味です。みんなの迷惑にかけない、みんなの迷惑にならないように使ってください。あともう一つなんですが、こちらの3段落目ですね。この占有部分の用途や用法用途ですが、まあ、基本的に区分所有者の自由なわけですね。ただしマンションのルールで、そのマンション独自のルールで、例えばうちのマンションでは使い方をこのように制限しましょうというルールを作ることができます。で、そのルールが作られた時は残念ですが、そのルールにのっとった使い方にしないといけません。規約に関してはまた後でご紹介しますが、まあ、ここではそのマンション独自のルールと思ってください。まあ、例として、例えば、うちのマンションではペットを飼ってもいいですとか、うちのマンションでは店舗や事務所として使っちゃいけませんなんていうふうに決められている場合は、まあ、ペットを飼っちゃいけないし、また店舗や事務所として使っちゃいけないわけです。もとも法律上は別に分譲マンションでペットを飼っちゃいけないという
法律ないですし、店舗や事務所として使っちゃいけないという法律もないです。ですので本来は、まあ、今ご紹介したように他の人たちに迷惑はかけなければ自由に使えるんですが、ただマンションごとによって自分たちのマンションではペットを飼うのやめましょうというルールを作ることができるんですね。したがってペットを飼ってもいいかどうかっていうのは法律で決まってるわけじゃなくて、そのマンションの人たちがみんなで作ったルールによって決まってるってことです。したがってマンションごとによってそのルールは異なっています。はい、でそのルールが作られて占有部分の用法や用途について制限があるときはそれは従わないといけません。まあ自分たちが作ったルールですからね。はい、あとは、203ページの下ですが、まあ、これ標準管理規約との比較っていうのがあるんですが、まだ標準管理規約はご紹介してませんので、それをやった後にもう一度見直しをしていただき比較をしておくようにしておいてください。はい、以上が占有部分に関係するものです。では次ですね、204ページに進みます。共用部分、先にご紹介したように区分所有法の中でも重要なテーマの一つである共用部分、まあ、したがってマンション管理も、マンション管理士や管理業務主任者の試験でも重要度が高くなります。でこの管理業務主任者も、まあ、同様で、重要度が高くなります。まあ、星印も白いものが、結構出てきてますよね。まあ、こちらはマンション管理士の試験でも、まあ、結構出てくるんですけども、まあ、管理業務主任者でも記載されてきています。はい、ではこの共用部分に入ります。206ページですね。まず共用部分とは一体何ですか。先ほど簡単にイメージをしてくださいと言いましたが、マンションの廊下階段エレベーターなどがそれがその典型的なものです。まあ、いわゆるマンションの人たちみんなで利用するような部分で、ですね、これを共用部分とこう呼んでいました。ただこの共用部分はいくつかの種類に分けられるんですね。でそれを覚えてください。ここでは全部で3つです。まあ、表になっているので、まあ、こちらで理解していただいた方がわかると思います。まあ、実は法定共用部分、規約共用部分ってやつにさらに分かれます。で法定共用部分っていうのは名前の通り法律で定められた共用部分、すなわち初めからこの部分は共用部分になりますと定められちゃうんですね。規約共用部分は先ほど説明した規約、すなわちそのマンションのルールで私たちのマンションではここをみんなで利用できる場所にしましょうと決めたものです。で共用部分2つ分かれて、さらに法定共用部分に関しては、2つの意味となります。1つ目、占有部分以外の建物の部分。この占有部分以外の建物の部分なんですけども、マンションの建物を、イメージしてください。でマンションの建物に関しては、法律は次のようになってるんですね。もう占有部分か共用部分どちらかになります。つまりマンションの建物の部分に関しては占有部分、共用部分、これで構成されてます。占有部分、それから共用部分ってやつで構成されてるんですね。で占有部分であれば、ごめんなさい、占有部分でなければ共用部分、占有部分でなければ共用部分で、共用部分でなければ占有部分という関係になっています。だからどっちかです。逆に言えば占有部分でも共用部分でもどっちでもないっていう部分は存在しませんし、あるいは占有部分でも共用部分でもどっちでもあるというのは存在しません。占有部分か共用部分かの必ずどちらかになります。まあ、したがってここに書いてあるように占有部分でなければこの法定共用部分となるんですね。それからあと2番目、占有部分に属しない建物の付属物。この付属物ってやつは、まあ、いわゆるマンションの、電気ですとかガスとか水道、そういうものが建物の内部に入っていますよね。でそれらを付属物とこう呼ぶんです。例えば水道管を思い出していただくと、水道管はマンションという建物の中に縦横無尽に配置されています。でまず共用部分と呼ばれているところにある水道管は
共用部分にあるので共用部分です。また住戸などの専有部分にある部分は、ある部分の水道管はそれは専有部分です。ですから専有部分にあれば専有部分、共用部分にあれば共用部分。従いまして専有部分に属しない、つまり専有部分でない建物の付属物って書いてありますから、専有部分じゃないので共用部分です。こんなふうにして、まあ、専有部分か共用部分かのどちらかにあたるんですが、専有部分じゃなきゃ共用部分、それが ここでいう法定共用部分と呼ばれているんですね。でこの法定共用部分っていうのは法律上もうそのように定められてしまっています。この1か2にあたれば法定共用部分となります。勝手に、この法定共用部分以外のものにすることはできません。で具体的に法定共用部分はさらに206ページの下ですね、2番目に書いてあります。まあ、これも具体例として知っておいてほしいんですけども、括弧1の A、専有部分以外の建物の部分の具体例として廊下階段、それから、マンションの入り口の玄関、ロビー、屋上など、これらが法定共用部分となり、まあ、見ていただいて分かる通りそのマンションの人たちがみんな利用できるような部分です。あとは付属物ですね。専有部分に属しない付属物。次の207ページ行きまして、上の B です。まあ、エレベーターですとか、あとは給排水、本管など。まあ、その後、その他電気ですとかガスですとか、まあ、そういった配線とか配管なども含まれます。はい。これが法定共用部分と呼ばれているものです。まあ、いわゆるあの形から明らかにみんなが利用できるという部分、そう考えていただいても結構です。それに対して規約共用部分と呼ばれているものは、みんなのルールによって共用部分にすると決められたものです。例えば例を出すと、マンションの集会室などというのがその例です。見た目は専有部分なんですね。でもその専有部分をみんなのルールで、ここはみんなが利用できる集会室にしようと決めたときに、その集会室、あ、ごめんなさい、その専有部分はみんなが利用できる集会室に変わります。で、これはみんなが利用できるので共用部分となります。ただ先ほどの法定共用部分と違って、見た目は専有部分になっているわけですね。したがって形からはみんなが利用するという部分ではないです。しかし規約によってみんなが利用できるとしているので、まあ、規約共用部分と言います。この法定共用部分と規約共用部分というのは、まあ、同じ共用部分なんですけども、先ほどご紹介したように、まあ、形で分けられちゃいます。形からこれはもう明らかにみんなが使うでしょう。それが法定共用部分としてご紹介した丸1とか丸2なんですね。専有部分以外の建物の部分とか、専有部分に属しない建物の付属物。規約共用部分は見た目は、先ほど言った通り専有部分なんですが、それを規約によって共用部分にしてしまい、みんなが利用できるという部分です。でそれが207ページのところにありますので、まあ、こちらで確認してください。規約共用部分、まず対象となるのは専有部分となり得る部分、つまり本来は専有部分の形になっているわけですね。それを規約によってみんなの集会室、あるいはマンションの管理をしてもらう管理員さんの部屋にすることができます。あと付属の建物っていうのがあります。物置小屋などがその例です。でこれ注意してほしいのは、先ほど言った付属物ってありましたよね。付属物と付属の建物は別物です。付属物の略称に見えるような漢字を使ってますが、全く別物ですから注意してください。ですから試験で建物の付属物と付属の建物、別物ですから注意してください。読み間違えてしまうと答えが見つけられません。でこちらの付属の建物は、今ご紹介した物置所などがそれが典型的なものです。これはみんなのもの、みんなのものとして利用しましょうって決めた時に、この、物置所としてみんなが利用できるものとなります。はい。そしてあとですね、この規約共用部分に関しては、まあ、見た目はみんなで利用できるというものに見えません。ただみんなのルールで、みんなの
みんなが利用できるようにしましょうって決めているんですね。で、例えばこれ101号室、これ見た目専用部分ですが、それをみんなのルールである規約で、集会室にするんですが、中には集会室になっていることを知らずに、その101号室を専用部分と誤認して、マンションの住戸部分として購入しちゃう人が出てきちゃう可能性があります。で、その時にいやいやそれは売り物じゃないんですよと言いたいところですが、まあ、購入した方からするとどこにどう売り物じゃないっていうふうに書いてあるのかわからないじゃないかということでトラブルが生じます。で、そういうことにならないようにしっかりとこの、占有部分となり得る部分ですとか、あと付属の建物、これはみんなが利用できる共用部分になりました、すなわち規約共用部分になりましたということを第三者に、対抗できるようにしておく必要があります。で、その手段が用意されてるんですね。それは登記です。登記をすることによってこれは規約共用部分ですということを第三者に対抗できます。逆に言えば登記してないとこれは規約共用部分になってますということを主張できないんですね。はい、それも試験に聞かれることがありますから覚えておいてください。207ページです。ちょうどページ真ん中や下の文章ですね。そちらの3行目ですが、規約共用部分たる旨の登記をしない限り第三者に対抗できません。はい、あとはですね、これ規約共用部分についてのみ適用されるので、先にご紹介した法定共用部分についてはこれ法定共用部分ですということをそもそも第三者に対抗するという手段もないし、そういうことをする必要もないです。まあ、見た目からこれみんなが利用するってことが分かりますからね、形上から。はい、ですので共用部分に関して、法定共用部分に関してはそもそも、その共用部分になってるなんていう登記をすることができません。そういう、登記は存在しないんですね。規約共用部分に関しての登記だけですから、そこを一つ確認しておいてください。はい、では次ですが208ページですね。はい、まあ、今はご紹介したもののまとめですから、まあ、この表など利用しながら比較しておいてください。では次ですが、今度は、共用部分、またちょっと視点を変えて種類があります。それは一部共用部分、一部共用部分に対して全体共用部分っていうのがあります。で、この全体共用部分、一部共用部分って何かというと、まあ、いわゆるあの複合用途型のマンションに存在してきます。例えば今おしゃれなマンションがいろいろあって、下層階がお店となっていて上層階が住宅となっているマンションありますよね。あれいわゆる複合用途型マンションって呼んでるものです。で、その時にそのお店部分を持っている区分所有者の人たちと住宅部分を持っている区分所有者の人たちがいるわけです。で、その時にお店部分の人たちが利用する廊下階段エレベーターと住宅部分の人たちが利用する廊下階段エレベーター、これ分かれるケースが当然出てくるわけです。お店屋さんの人しか使わない、まあ、エレベーターとか階段、住宅部分の人しか使わない、エレベーターとか階段とか、まあ、そういうものが当然あり得るわけですね。で、その時にこれマンションの人たちみんなが利用しているものじゃなくて、お店部分の人たち、住宅部分の人たちと分かれています。で、そこでお店部分の人たち、住宅部分の人たちのみが、利用していくので、これを一部共用部分とこう呼ぶんですね。で、それに対してお店部分の人たち、それから、住宅部分の人たち関係なくみんなが利用している、利用していく共用部分のことを全体共用部分とこう呼んでいます。はい、そして208ページ戻りますが、この一部共用部分か 全体共用部分かは、これはもう形で判断します。みんなが利用するという共用部分なら形から全体共用部分となり、これはお店の人たち、あるいは住宅の人たちのみが利用するんだなっていうんだったら、それは一部共用部分となります。ですから、なんかこうルールでですね、つまり規約でここ一部共用部分にしよう、ここを全体共用部分にしようということはできません。あくまでももう自動的に形から決まってしまいます。はい、そこでこの2番目のところを見ていただくと、共用部分は区分所有者全員の共用に供されるべきか、一部の区分所有者の共用に供されるべきかによって全体共用部分と一部共用部分と分かれます。で、一部共用部分
について一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分、これを一部共用部分と言います。ですから一部の人しか使わない、利用しないということが明らかならば、それは一部共用部分となります。先にご紹介したように、規約によってここは一部共用部分にしようとか、ここは全体共用部分にしようということはできませんので、注意しておいてください。はい、まあ、以上が全体共用部分と一部共用部分という分け方ですね。あとは次209ページですね。さらに重要なものが続きます。こちらの共用部分の所有関係、これ非常に重要なので、しっかりと確認してもらうことになります。まあ、今ご紹介した共用部分ですとか、あるいは占有部分というのはありましたが、まあ、一体誰が所有してるんですかという話ですね。誰が所有してるんでしょうかって話です。で、こちらに関してなんですけども、まず皆さんに知っていただかなきゃいけないのが、次のページ210ページこの2番目のところですね。2、これはもう常識にしてもらいたい基本的な事項です。それは何かっていうと、まず共用部分の所有者一体誰ですか。先にご紹介した全体共用部分と一部共用部分とあると言いましたが、まず全体共用部分に関しては、その区分所有者全員、これが共有しています。つまり共有物ですね。共用部分は区分所有者全員の共有物なんだ、これがまず原則です。あと一部共有部分に関しては、先ほどご紹介したように店舗部分の人、住宅部分の人たちが利用するという部分が明らかなところが一部共有部分でした。でこの時の共有、所有っていうか、まあ共有関係なんですが、それはどうなってますか。それは共用すべき一部の区分所有者の共有に属する。例えば店舗部分の区分所有者の人たちがみんなで共有している、あるいは住宅部分の区分所有者の人たちがみんなで共有していると、こういう関係になります。この所有関係しっかりとまず確認しておいてください。でその後なんですけども、次に共有っていうのは、皆さん、まあ、宅建勉強されてきている方であれば共有権利関係で勉強されたと思うんですね。でまず共有関係はどうなっていたか、複数で一つのものを所有しています、まあ、それ共有ですが、まあ、その時に持ち分という考え方がありましたね。つまり自分一人で所有しているわけじゃないです。他の人たちと所有してるんですが、その時に、まあ、その共有している物に何パーセント自分の権利があるんですか、その権利何を基準として決められるんですか。民法上の一般の共有物に関しては、まず原則頭数です。つまり共有者の頭数でその権利の割合が決まってきます。2人で共有してるんだったら2分の1ずつ、1ずつ、3人で共有してるんだったら3分の1ずつと、この頭数で決まってきます。もちろん、もちろん共有者間で、まあ、私たちの間では頭数にせずに、例えば購入したものに対する出資の金額で決めましょうというふうに決められますが、そういう約束がなければ頭数で決まってくるわけです。じゃあこの共有部分も共有ですから、じゃあ頭数で決まるかというと、そこは区分所有法で変えられてしまってるんですね。どうやって変えられちゃってるかというと、211ページこちらを見てください。2番目、これも覚えてください。重要です。もうこのあたりはもう当たり前にしてもらわなきゃいけないんですね。まず原則として頭数じゃなくて、その共用部分に対する持ち分割合っていうのは、その区分所有者が有する占有部分の床面積割合、つまりその方が所有している部屋の床面積の大きさの割合です。大きい床面積の占有部分を所有している人は、まあ、それだけ持ち分が大きくなります。はい、このようにして頭数じゃなくて占有部分の床面積割合となります。ここはもう常識にしといてくださいね。であと試験には212ページですね、212ページ行ってもらって、さらに次のことを知っといてください。これはその床面積の測り方なんですね。床面積の測り方、
213ページ、真ん中上に絵がありますが、これ真上から占有部分を見た絵だと思ってください。でこの白い部分が壁なんですけども、通常の床面積の測り方っていうのはこの壁の中心線で囲まれた部分を床面積としてるんですね。壁の中心線、あるいは柱の中心線を取って床面積の大きさとしてます。ところが今皆さんにご紹介している共用部分の持ち分割合を決める床面積、それはこの内側線で囲まれた部分となります。つまり中心じゃなくて壁っていうか何でしょう、内壁の表面を線で結んだ部分が床面積となります。条文上では床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平面、投影面積っていう測り方になります。水平投影面積というところが何か引っ掛けられるっていう問題は過去出たことありません。そういう面積の測り方があるんですね。で重要なのは内側線、この壁、内壁に沿った部分で囲まれた部分を床面積としています。以上のようにもう一度確認しておきますけども、210ページ、共有部分は誰が所有してるんですか。区分所有者全員の共有です。では共有しているので持ち分割合は何で決まるんですか。その区分所有者たちが有する占有部分の床面積の大きさです。じゃあ床面積ってどうやって測ってるんですか。内側線計算です。こんなふうにしてしっかりと関連つけて覚えておいてください。あとはこれ後でまた出てきますけども、210ページに戻ってください。210ページ、全体共有部分、一部共有部分の、いわゆる所有者、それは全員、あるいは共有すべき一部区分所有者の共有になってましたね。これが原則なんですが、例外もあります。これは例外で、規約によってうちのマンションは例えば、区分所有者の誰々さんを所有者として決めましょうということを定めることができます。要するにこの所有者というか共有者を変えることができるんですね。それが例外となっています。で、このことについては後でご紹介しますが、この所有者というか共有者を変えることが認められており、その変えることを変えて所有させることを管理所有とこう呼ぶんですね。所有者は変更できます。なぜか等は後でまたご紹介しますので、今は変えられるということだけ知っておいてください。はい、あとは、試験にはあまり出てくることないですが、一部共用部分を持っている区分所有者の床面積の算定の仕方です。それ211ページの2番目のところですね。これは全体共用、一部共用部分を持っている、区分所有者がいた時の床面積の計算方法です。試験に計算などは具体的に管理業務審査の問題では出てきませんが、もし、お時間があるようでしたら、簡単に計算方法を示しているので、これは確認してください。ただ試験ではこんな計算問題は出されませんので、意味としてこういうものだなということが確認できれば結構です。ただちょっとややこしいって方はパスしてもらっても結構です。はい、では次214ページですね。214ページ、共用部分の使い方です。まず214ページの1番目ですが、共用部分の使い方、区分所有法上では用法に従って使用するとなっています。この用法に従ってというところなんですけども、下の2番目のところです。実は一般の共有物に関しては持ち分に応じて使用となっています。しかし共用部分については用法に従って使用というふうに変えられてるんですね。意味は何がどう違うんですかということです。まず持ち分に応じて使用というのであれば、簡単に自動車を A、B 兄弟2人が共有してます。今日はお兄さんが使いました。
じゃあ明日弟を使いたいっていうんだったら、じゃあ今度弟の番として使わせる。でこんな風にして、まあ、今日一回使ったんだから明日僕ねっていう風に2人で共有してますから、その使い方もまあ平等なわけですよね。ところが例えば今日お兄さん使ったで次に弟使いたいって言った時に、例えばお兄さんがいやいや明日は明日も俺に使わせろ、弟はいやそれはダメでしょと、今日お兄さん使ったんだから明日僕が使いたいので使わせてください、まあ、その時にお兄さんは、まあ、それはそうだと、今日自分は使ったんだから明日は弟に使わせてあげないといけないなと、まあ、こういうことになるわけですね。じゃあマンションの共用部分についても同じことが適用されるか、例えばエレベーターを思い出してほしいんですけども、エレベーター一般的に上層階の人たちが多く利用しますよね。で仮にその持ち分割合に応じてエレベーターの使い方が決まっちゃうわけです。例えば1日1人2回まで、そうすると2回エレベーター使ってしまった人は今日はもうあなたが使うことはもうできません、だから明日になるまでエレベーター使っちゃダメっていうことになっちゃうと、それはもう生活できませんよね。したがって持ち分ということになると、今みたいに今日2回使っちゃったんで明日までもエレベーターは使えないので我慢してくださいということになっちゃいます。では用法に従ってっていうことになると、そういう持ち分と違ってエレベーターならばエレベーターとして使ってもらえれば、別にエレベーターの回数制限っていうのはないっていうことです、まあ、そうしないと生活できませんからね。したがって民法の持ち分に応じた使用ということになってしまうと、分譲マンションの共用部分の使い方は不都合が生じているので、区分所有法では用法という形になっているんですね、まあ、そういう意味があるということをここで知っておいてください。はい、あとは215ページ、専用使用権というのが出てきます。これ区分所有法の言葉じゃないんですね、これについてはまた標準管理規約というところでご紹介を詳しくしていきます。ただまあ例を挙げると、まあ、実は共用部分ってどこが共用部分なんですか。廊下階段エレベーターなどは皆さん一般的に共用部分だろうとイメージできると思うんです。ところがいわゆるマンションのバルコニーあるいはベランダと呼ばれているものです。あれは専用部分なんですか共用部分なんですかっていう問題です。まあ、実は一般的にはあそこバルコニーは共用部分としています。共用部分だから専用部分じゃないんですね。ということはこれその例えば101号室とか102号室に付随しているバルコニーは共用部分ですから他の人たちも使えちゃうってことですよね。朝起きたら隣の人が自分の専用部分に付随するバルコニーを使ってた、これ文句言えないわけです。しかしそれおかしいですよね。やっぱりそこで共用部分なんですが特定の区分所有者の人しか使えないっていう部分がこの専用使用部分と呼ばれてるんです。そういう部分を作ってあげないと今のようなことになっちゃいます。ただ区分所有法ではこの専用使用部分とかあとはその専用使用部分と呼ばれているところを使える専用使用権という言葉自体はないです。これはまた標準管理規約というところでご紹介しますが意味として知っておいてください。はい、それがこちらの215ページですね。そちらの3段落目、建物の共有部分または敷地を特定の区分所有者だけが使用するということができる権利、これを専用使用権と言います。またその特定の区分所有者だけが使用できる部分のことを専用使用部分とこう呼んだりするんですね。はい、まあ、そういう部分があるっていうことだけ確認しておいてください。はい、以上です。まあ、共有部分非常に重要なテーマですから、まあ、しっかりと確認をしておいてください。はい、それでは次4項建物の敷地ですね、こちらに入りますが、まあ、その前に一旦お休み入れまして、まあ、後半でまたご紹介していきます。はい、では10分ほどお休みを入れていきます。